ベイビーピンクっていう名前からもうすでに似合っちゃうあもうすでにプレゼントしましたさすがです仕事が早い好きです好きです好きです一緒に写真も撮って思い出をいっぱい残したいですあのちょっと真城さん今回ねカラー展開結構豊富じゃないですかはい で、まあ、ケプラーのメンバーとしてもしよければですよましろさんの中でそれぞれのメンバーにこのカラー似合うなーみたいな<ー>そういうのがあればぜひ教えていただきたいんですけど,どおやっぱりあのメンバー本当に好みが全然違うんですよ。はい、んなんで。 ちょっと悩ましいんです。悩ましいですか。ヒカルとかヨンの場合は本当に大人っぽいカラーが本当に似合うので、ココさんにおすすめしたカラーをおすすめしたいですし、はい。あとイエソとかイエソ最年少のね、はい。ヤソさん可愛らしい。本当に可愛らしいピベイビーピンクをつけてほしいなと思います。あのベイビーフェイスだし。そうね。ベイビーピンクっていう名前からもうすでに似合っちゃう。ぴったりっすね。確かに確かに。 なるほど、まあ、そういうふうにやっぱりメンバーのことをよく知る真城さんだからこそおすすめできる、はいから、はい、だと思うのでぜひちょっとね皆さんに持って帰っていただいてあもうすでにプレゼントしましたはいあ真たさんといえば天使のようなビジュアルとして知られているかと思うのですがご自身が思うチャームポイントやプライベートのメイクで意識されていることがあれば教えてください。ははい私は モモメイクがもともと好きでピンク薄めのピンクのメイクアップが本当に好きだったんですねでもピーチシーのアンバサダーになってからもっと好きになったので本当普段から薄めのピンクを心がけて使うようにしてますあと唇が本当につやつやしているのが好きで、はい、本当につやつやを意識したメイクも本当に好き,な好き,な好き,な好きです。 そうですよね <laughs> はいありがとうございますでは続きまして2問,2問目に移りますケプラの活動の中でお気に入りのメイクがあれば教えてくださいおお<ー> <laughs> 本当に私はステージとか雑誌とかで毎回メイクが違うんですけど、はい、ステージのキラキラしたメイクも好きですし雑誌の少し大人っぽくて 雰囲気のあるそういういメイクアップも好きですし一番っていうのは選べないんですけど今、活動中なんですね「シューティングスター」という曲で活動中なんですけど毎回ステージでメイクが本当にキラキラしていて可愛いのでぜひ注目してくださいありがとうございますでは続きましてお二人に,二人に対して同じ質問になります。 今回のポップアップのテーマがフルーツパーラーですが、どなたと一緒にこのかわいいポップアップに遊びに行きたいですか？では、まずましろさんからお願いいたします。<laughs> 私はメンバーと一緒に来てみたいです。じゃあいいじゃないですか。それ <laughs> なんか、この私でいっぱいの空間をメンバーになんか見てほしいですし。私って こうやって写真とかも撮るスペースもいっぱいあるので一緒に写真も撮って思い出をいっぱい残したいです最高な答え本当に素晴らしい <laughs> はいありがとうございますでは続きましてクレイジーココさん同じ質問にお答えをお願いいたしますはい そうですね。あの女芸人の方々って最近すごいあのメイク頑張ってらっしゃる方とか多いんで、それこそ今日たまたまあのここタクシーで来るまでにあのユリアンレトリーバーさんとラインしてたんですよね。でユリアンさんもあのアメリカモースグイ行かれちゃうので、その前にちょっと一緒に可愛いメイクとかお互い似合うリップとかをちょっと探し合ったりとかしてやってみたいなっていう風に思います。はい ありがとうございました。では、代表質問以上になります。ありがとうございます。ありがとうございました。